信が持てないっていうのはかなり多い。僕なんかもう全然自信ないですから、ね、この人なら質問してもすぐ答えてもらえるだろうみたいな雰囲気をちょっと出すようにはしてます。それ違うねっていうスタートよりも、それもあるのかっていうスタートで話進めた方が大体仕事うまくいってるんですよね。皆さんこんにちは。 SE プラス IT 教育チャンネルナビゲーターの寺井です。本日はいつものスタジオを飛び出して SE プラスオフィスでお送りしております。そして本日は弊社ウェビナーで司会を務めている山田も一緒です。こんにちは、いつも、ウェビナーで MC をやっていますが、本日は参加させていただきます。よろしくお願いします。早速ですが今回のテーマはこちら、 IT 新人研修講師が語る研修後の教育担当者に伝えたいことです。多くの IT 企業では5月末や6月末頃まで新人研修を実施した後、現場配属となり OJT 担当者の方のもと本格的なお仕事が始まってくるかと思います。そこで本日はそんな新人の教育を担当される方や人事担当者の方に向けて、新人研修講師の目線で伝えたいことや知っておいてほしいことについて伺っていきたいと思います。本日は SE プラス IT 教育チャンネル初、2名の講師にお越しいただいております。樋口講師と富原講師です。本日はよろしくお願いします。早速ですが、お二人が新人研修中大切にしていることですとか、とも意識をしていることがあれば教えていただけますでしょうか。じゃあ富原さんからお願いします。大切、まあ新入社員研修に限らずでもあるんですけれども、やっぱ研修やっていく上で何かこう学んでもらう時って考えて、本人に考えてもらうっていうことはすごく大事なのかなと。要はこちらがもうとにかく一方的にこれ覚えてください、あれ覚えてくださいというよりも、自分の中で何かこう考えて動いて吸収するっていうところはやっぱ大事かなというふうには思ってますね、はい。考えるっていうところで言うと、ある程度インプットが初めに必要かなと思うんですけど、そこのなんていうんですか、どこまで教えるとかって何かありますか、自分の中での。そうですね、基礎知識ってあると、まあ、考えるベースにはなるんですけど、基礎知識からその考えるところまでの応用って結構ハードルが高かったりするので、やっぱりこう自分の中で考える癖をつけるというか、やっぱり学生の頃の勉強って考えるというよりはこう覚えるが多いんですけども、それよりも社会人の学習っていうのは、なんかこうどう自分の中で消化していくか考えていくかみたいなところがかなり強くなってくるので、そういう意味では基礎も当然大事なんですけれども、もうとにかく自分で考える力をつけるっていうところでは、あんまりその基礎知識がないと無理とかっていうのよりも、まずは慣れかなというふうには思ってますね、はい。もう慣れっていうのはやっぱでもパソコンでいうと、まあプログラミングとかそういうことにも触れていくって感じですか。そうですね、もうとにかくプログラミングでもそうですし、例えばネットワークの知識、セキュリティとか全部そうなんですけど、それから IT でいうともう IT 系の法律とかすら、やっぱこう自分でなんかこう掴み取っていくようなサイクルっていうのは、やっぱこう体感して学び取ってほしいっていうふうには思ってますね、はい。まあ、それは富原さんのエンジニアで生きていく中でそれが重要だなっていうのを体験してるからこそっていうところはあるんですか。そうですね、やっぱり知識ってものすごい大事だなって思ってた時期もありますし、ただそれをやりつつ、やっぱりそこの部分がないとこう育ってこれなかったというか、上がってこれなかったっていう思いがやっぱりあるので、それをもっと早くにやっておけばよかったなっていう自分の反省もあって、若いうちからやっておいた方がいいよという意味でやっぱりやってます。ありがとうございます。樋口さんどうですか。そうですね、研修で大切にしていることといえば、研修中しかできないことを、まずはみんなに分かってほしいなというところですね、プログラミングするときも実務だった場合はチャレンジというのはできないんですよ、やっぱり設計書通り作んないといけないので、チャレンジできずに、ただやることをやるだけっていうことなんですけれども、研修中っていうのはチャレンジができちゃう環境にありますので、難しいことでも覚えてやっていこうというところをですね、理解していただいて、それをどん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 磨いていってもらうっていう、やり方をとってますね。そして、チャレンジすることでその分野に対して興味が湧くわけですよね、ということはもし実務に入ったとしても、そのチャレンジ精神って忘れないんですね、そこで。なので、チャレンジ精神を持って取り組んでいただくように、後で講師の方でそこは教えるから、簡単に、自分でやりたいことをちょっと上げてみてみたいな話はさせていただきますね。
うん、なるほど。でもやっぱり受講者からすると何も知らない世界に入ってきて、うん、新入社員で入ってきてっていうところで結構やっぱそこ不安はあると思うんですけど、樋口さんはどういうふうな形で大丈夫だよっていうのは、うん、なんていうんですかね、技術的なアドバイスなのか、それとも何かコミュニケーションなのかっていうのはなんか意識されてることってありますか？そうですね、もうやっぱりコミュニケーションはかなり意識してますね、うん、まあ、意識せずもできちゃうんですけどもコミュニケーションについてはもう大体1週間ぐらいで、まあ、大体のその場の環境っていうのを作り上げるっていうところはちょっとやってますね、何をするってこともないんですけれども、まあ、雰囲気ですね、この人なら質問してもすぐ答えてもらえるだろうみたいな雰囲気をちょっと出すようにはしてます。もちろんその雰囲気出すことで受講生の方々ってこんなことでも質問していいのかなって言って萎縮してしまうことめちゃめちゃあるんですね、うんうんうん、でもそれが結構うちのところっていうのはないことが多いですね、うん、何回もいや昨日それ言ったよねっていうことでももちろん何回も質問してくれるっていうところがあるので、うんうん、その場の雰囲気作りはかなり気を使ってますね。場の雰囲気作りっていうのは具体的にどんな、こう見てる方とかはおそらくこの後新入社員の方とコミュニケーション取っていくっていう機会があると思うんですけど、どういうふうに場の雰囲気をこう、井口さんが一番これ大切だなって思うことありますか？そうですね、まずは難しい言葉使わないっていう、あ、専門用語使っちゃうと萎縮しちゃうんですよ、うんうんうん、なんかよくあるじゃないですか、3文字の英語使ってとか、ありますね、まあ、それ使うことは使ってもいいんですけど、その後に必ずそれに対するちょっとした説明入れてあげるとか、うん、であとは結構不安なんですみたいな顔をしてる子に対しては最後のところで君別に不安になんなくてもいいからっていうちょっとフォローをしてあげると、うんうん、そしたらまあ、大丈夫なんだっていうのを思ってくれるので、うん、それであの対応はさせていただいてますね、うんうん、友達みたいな感覚で、やっていただければいいかなっていうあのスタンスでやらせてもらってます。樋口さん結構やっぱりその例えるとかっていうのでも結構みんなが分かるようなところで例え話を落とし込んでいくっていう印象があるんですけど、やっぱそういうところも意識されてるんですか？そうですね、例え話はかなり意識してるんですけれども、うん、昔はあの漫画とかに例えてやらせていただいてた、はい、あのドラゴンボールとか、うんうんうん、大丈夫かな、こういうイメージ出してドラゴンボール多分大丈夫かドラゴンボールとかっていうのを出してやってたんですけど、知らないんですよ最近の世代の子たち。だからちょっとあのナルトとかに例えてみたら、はいはい、まあ、やっぱ知らないじゃあどうしようかなって言ったら、まあ、やっぱこう一般のこの行動に置き換えてやるとか、はい、それをちょっと言ったら、まあ、分かりやすくてよかったですっていう返事がいただけたりとか。なるほど、たまに失敗することもありますけれども、おおむね成功はしますあと絵描きますよね。絵描きます ね、だからあの説明するときも、あの、こないだ描いた豆の絵覚えてるとかって、ああいう説明されるんで、すごくいいなと思ってます。そうですね、まあ、A はあの iPad で今させていただいてたんですけども、はいはい、iPad はあの去年見せびらかされたので買ったんですよあ、はい、そしたらもうすごく書きやすくて、でそれをやると説明と絵ってすごい入ってくるんですよね。あ、そしたら、まあ、みんなまた書いてくださいみたいに言ってくれるんで、うん、まあ、こっちもちょっと張り切っちゃいますよねそれでかなり A を書いて、まあ、あの今スラックでやってるんですけども、はい、スラックにそのまま流せるので、はいはい、じゃあそれちょっと見といてで後で説明入れるからっていう話はたくさんさせてもらいますね。うん、富原さんどうですか、その例えるっていうところで。まあそうですね、はい、例えるっていう言い方とはちょっと違うんですけども、やっぱ具体例で示すっていうのはもう絶対的に大事なので、うん、あの例えばデータがあるよねって言って、例えばじゃあ名前にああとかいいって言ってもピンとこないんですね誰も、やっぱり、うんうんうん、ここはやっぱり山田さんがとか鈴木さんがね、うん、とかっていうふうに、まあ、要はどんなことでも具体的にちゃんとやったり、例えば皆さん自販機知ってるよねとか、うんうん、それやっぱり先ほどの話でもそうですけど、知ってるものとかしっくりくるようにしないと、うんうん、なんかね、コンピューターの特別なこと学んでるって思っちゃうと、やっぱ向こうも構えちゃって、うんうんうん、なんか分かんない難しいことやってるなってなっちゃうので、うん、なんかあこれ知ってるぞ分かるぞっていうふうにはやっぱ思ってほしいですね、はい、さっきあのちょっとあの樋口さんの方で世代の話もあったんですけど、はい、昔はこう漫画でとかっていうの、そういう意味でなんか例え話の世代感じたりしますか？あんまそこはないですか？具体的な話、世代はでもやっぱりまあ、世代的な話はあんまりしないようには当然してるんですよね、うん、ピンとこないだろうと思ってですけど、やっぱ感じますねそういうのは、はい、特にあの我々ってスマホって後から出てきてるものなので、はい、例えば画面とかウィンドウがって言った瞬間にみんなパソコンをさっとみんなイメージするんですけど、はい、もうみんなえ iPad のどこどこみたいな感覚が当たり前で、うんうんうん、パソコンなんか家にないけどスマホならポケットに入ってるよが、うん、もう当たり前なので、そういうところがもうすでにギャップだったりするんですよね。なのでそういうのはちょっと気をつけてますね、うん、はい、ありがとうございます。
はい、続いての質問なんですけれども、新人研修中、受講者から相談をされる機会結構あるかと思うんですけれども、どういった悩みが多いんですか？そうですね、悩み、やっぱりこう実務的な悩みであったりは もちろんたくさんありますよね、さらに、今しがた、今日も昨日もなんで自信が持てないと、自信持ってねっていう、簡単に言うんですけど、やっぱ難しいんですよね、自信が持てないっていうのは。だから自信が持てないからコミュニケーションが取れない、コミュニケーションが取れないから理解ができないという形でつながってるんで、なので今後そのプログラムとかやって達成感味わって褒めてもらって自信つけるっていう内容になってくるかなとは思いますけどね、でもそれ考えたら難しいですよね。だって我々も別に自分の仕事そこまで自信持てるかって言われたら、実は自信ないまま仕事をしてるわけじゃないですか。そうですね、ある程度、僕なんかもう全然自信ないですから、ね、いやそんなことないですけどでも結局そういうところですよね。なんか結局不安、社会人も不安をちょっと抱えつつ本当は仕事をしてるから、みんな一緒だよってことですよね、実は。そうなんですよ。そうですね、自信が持てないっていうのはかなり多い。富原さんとかもあります？ありますね、やっぱり持てない、自信がないなあって、外から見てても本人が相談してこなかったとしても、あ、この人多分今自信を失ってるなとか、へこんじゃってるなっていうのはやっぱありますね。それは技術レベルでやっぱ低いとか、低いとそうなるんですか、それとも各々がいるポジションで不安になっているんですか？技術レベルが低いから自信がないというよりも、自信がないから低いの方が正解かなと思いますね。やっぱ自信がないから聞けない。自信がないっていうのは他の人を結構意識するんですよ、こんなことをみんなの前で聞いたらなんか悪く思われるんじゃないかなとか、馬鹿にされるとかね、そう迷惑になるんじゃないかなとか、そういうことを考えてるから聞けないんですよ、だからポンって言ったところでこのステージに今いますよと、聞けばこのステージ上がれるんですけど、聞かないからどん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 置いてかれちゃうっていうところがあるんですよね。で、私一人だけに質問を投げてきて、で私が説明しますと、でインプットはあるんですけどアウトプットがない、やっぱ説明できないと、だからどん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 ちょっとわからないわからないになっちゃうんですね。自信があればね、自分からなんかこうだよね、ああだよねって、ね、そう仲間内で喋ってアウトプットできますもんね。そうなんですよ、確かに。だから自信がないから成長ができないっていうのもあるし、なぜ成長できないかって もちろん自信がないからだよねっていう話。悪循環。そう、悪循環なんですよ。アウトプットする機会を与えていくっていうのは結構重要なんですか？自分の言葉で何か話す機会っていうのを与えていくっていうのは。そうですね、アウトプットしないとほとんど覚えないんじゃないかなと思いますね。聞いただけ、漢字とかでもそうじゃないですか、漢字見てインプットできますよと、でも書けって言われたら書けないですよね。確かに。そう、それと一緒なんですよね。プログラムも一回書いて、あ、動いたって達成感があって、それを何回か繰り返さないと絶対覚えないんで。プログラムの本読んだって絶対覚えないですもん ね、 そうですね、書かないとね、確かに。だから失敗を恐れずに挑戦していくっていう、でもさっきもありましたけど、チャレンジっていうところ。そうですね、チャレンジは大事ですね。富永さんどうですか、そういう悩みを聞くっていう機会ありますか？そうですね、ありますし、やっぱりその悩みの原因見ていくと比較してるんですよね、周りの人と。で、自分だけができてないように思えるっていうところが根幹にあるなって、その自信がないところもそうですけど、結局みんなができてるのに自分だけできてないんです、どうしましょうっていうような感覚で、なんかこう困ってる、悩んでる。で、うちのチームはみんな進んでるけど自分だけできてないんですって、で実際見たらそんなことないんですよ、みんなできてないんですよ結構。でもみんな周りにはできるような顔をして一生懸命やってる、だからみんなよく見える。やっぱり悩むレベルじゃないよそれって言いたくなるようなのがすごい悩みとして持って、でも本人やっぱ真剣なので、やっぱそこは大丈夫だっていう言葉でなんとか補うしかないんですけどね。無限にしちゃダメですよね、もちろんね。そんなの、そんな気にしなくていいよって終わっちゃダメなんで、そうだから、そのなんで気にしなくていいのかって理由付けをしてあげないといけないんですよね。間違いを犯していると思っちゃうんですよ、なんか喋ったら。だからそれは間違いじゃないよっていう、その具体例を出して言うとか、そういうところを言わないとダメなんですよね。じゃあこの新入社員を受け入れる人たちが考えないといけないっていうのは、発言したことに対して否定しないとかって、やっぱそういうところが結構重要になってくるんですか？そうですね、これでも否定するって、教育以外の場でも私結構そうなんですけど、例えばそのシステム作りの話でチーム組んでやってても、誰かが何か意見出した時に、
それ違うねっていうスタートよりも、うん、なるほどそれもあるのかっていうスタートで話し進めた方が大体仕事うまくいってるんですよね、うんうんうん、やっぱりそのあたりは変にネガティブな言葉使わないっていうのはもう普段のビジネスマンとしてやっていく上でいるのかなと思ってますけどね、うんそうですね、まあ、ビジネスマンという言葉私は社会人とかっていう言葉あんまり好きじゃないんですけど、はい、社会人としてと、はい、人間としてちょっと考えないといけないんじゃないかなって大人が多いんで、はい、そういう大人にはなってほしくないですね。確かにそうですね、うんまあ、じゃあそう受け入れる側もしっかりとそこ の, 大人としてというところ、うん、そうですね、はい、重要になってくる、うん、なので本当別に偉いとかっていうわけじゃなくて先輩だから偉いんだぞじゃなくて、うん、ただちょっとごめん先に生まれて2年先にやってるんだわと、うん、その2年分を教えてあげるからさって一緒にやっていこうよっていうだけでしかないので、うんうん、なのであんまりねそんなにこう偉そうに否定する必要もないわけですし、うん、なんか道場の矢沢講師も言ってますよね。別に僕がこれ全部発明したわけじゃないかおっしゃってありますね、はい、悩みって言ったらその今はまあ不安の悩みとかってありますけどなんか特殊な悩み事とかはなんかしたりしないですか？え私結構特殊受けるんですけど、あ、まあ、でも、はい、あどうぞ。やっぱりある種あんまりこの講師としては変に関わらないようには考えてるんですけど、うん、ある種プライベートで悩んでる子らっていうのはすごい多いんですよね。あ、多いんですよ。やっぱり仕事の悩みもあるんですけれども、うん、なんだかんだプライベートも大事なので、うんうん、やっぱり社会人になってで環境も変わってっていうところで、うんうんうん、もうそれこそ前は通勤っていうのが昔はあったわけで、うんうん、その通勤が長くて辛いのがとか、うん、そういう全然もう我々がどうこうできない世界の悩みを抱えちゃってて、うん、でそれでやっぱこう、ね、新社員研修も身が入らないってなっちゃうとちょっと極力フォローはしてあげたいけどっていうのはやっぱどうしても出てきますね、うん、でそういうのこうあります。そうですね、通勤今度しなくちゃいけないから朝起きるの大変なんですけどどうしたらいいですかと。そうですよね、頑張れとしたら、ねまあ、あとはあれですね、恋愛相談ありますよ。あ、若いですね、若いですね、いや彼女と別れそうなんですけどどうしたらいいですかと、うん、でまあ、別でズーム立ててちょっと聞こうかみたいな話やったり、やりますやります。最近はいよいよ昨日カレー食べたんですけど今日何がいいですかね。お悩みそうなんですね、いや知らねえわと好きにしてくれそういうなんかちょっとした悩み相談、まあ、雑談みたいな感じで喋れるっていうのはすごくいいかなと思いますけどね、うん、まあ、でさっき の雰囲気作りの話ですね。そうそうそうですね、まあ、だからあれですよね、やっぱりその抱えてる悩みが仕事ではない可能性も十二分にあるっていうところを意識するっていうのは大事だと、ね、そうですね。逆にこう講師とかだから、うん、そんなこと話せるのかもしれなくて、これが会社の上司とか先輩ってもっと近い位置にいてしかも怒られたりする可能性が高いって思うと、うん、下手なこと言えないってなって、うん、実は悩んでるけど出してくれないみたいなのはあると思うので、うん、そこはちょっと企業の方は難しいところもあるんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、そうですね、どこまで線を引くかってところですね。難しいですね、うん、そこはね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。